皆さんこんにちは、のぺんです。ザ・シムズ4キャッツ&ドッグスやっていきます。よいしょ。さあ、新しい家できました。じゃあこの FPS カメラでちょっと潜入してみましょう。はいはい、はい、これが、油揚げと煮干しの玄関かな。ここも、おー、早速みんな起きてますな。はい、リビングです。あー、油揚げおはよう。あ、ひよりちゃんも起きた。おはよう。あ、ソフィア、いつも綺麗だね。あ、煮干し。ほら、カウンターの上に登るんじゃない。さあ、そして、あー、ヨジ、おはよう。コウジは、どこかな？そう、だな。そう、これ、このピアノのスペースめっちゃ綺麗じゃない？いや、素敵だわ。いや、我ながら、こう、センスすごいわ。あー、ちゃんと、コウジもいるね。君ら二人は仲いいね。じゃあちょっとソフィアのお部屋入ってみましょうか。はい。こんな感じです。ちょっとベッドの色と絨毯の色変えました。はい、鏡。で、私は映っていないと。ははは。私は何者なのだろうか。さあ、で、こっちはね、ひよりちゃんの部屋です。はーい。はーい、ベッド。で、これタブレット。幼児とコーチが使ってた、あのタブレットかな。あ、これ、これ、ジュンの忘れ方みたいな。うわー、子供の部屋に何貼ってんだ。あとでそこをちょっと、これ剥がさんとな。もう。なんかいろいろやっていっけろ。じゃあ、2階行きまーす。はい、2階やってきました。こう階段登ったとこっすね。これ、向こうがね、見えるの。見晴らしいでしょ？そう、ピアノのところの庭もちょっと改造した方がいいな。で、これ僕がね、最も力を入れた場所。吹き抜けでございまーす。いや、すごいね。で、この暖炉の火が2階に行くと。いやいやいや、ようできてるわ。で、こっちがウッドデッキだね。この置き場所なかった、チェスボードと椅子。で、これ、ジュンが使ってたイビル。ここに置いてまーす。で、幼児とコウジの部屋を作ったの。じゃあ、まず、幼児の部屋入ってみましょう。ほら、見て。あーっとと。そこで、ベッドにサイドテーブル。で、服。で、照明もあって、机。で、鏡。で、靴置き場。まあ、アメリカの文化だからね、こう、靴で家を移動するということで、ここに靴置いてまーす。はーい。これが幼児の部屋。で、コーチの部屋はだいたい左右対称に反転してるのかな。うん。いやいや、なかなか、綺麗な家じゃないか。はーい。で、こっちはね、なんか作った方がいいなー。こう、そう、相当見晴らしいからね、ここ。作ってあげよう。で、こっち側には、2階の、あーとびっくりした。ちょうど幼児が出たところが。シャワーと手洗い場と、あとトイレ。トイレがちょっと狭いけどね。よし。こんな感じです。まあ、ちょっとまだ、ちょっとお金が足りなくてさ、ちょっとなんか、こう、いろいろ、やれてない部分多いけど。よし。お湯をやっていきます。はい。じゃあ、行きましょう。で、今どんな状況だ？で、仕事。で、幼児は？あ、じゃあ幼児、ちょっと。なんか改造しようか。あ、壊れてる！修理。で、ソフィアはね、確か持ち物にね、めっちゃアップグレードの、あれがあったから、ちょっとこれを、あれだね、幼児に持たせよう。で、幼児に、清さスキルを、めっちゃ、やらせようか。4時頼むぜ。ほい。はいはい。多いな。12個持ってっかんな。はい、直せ。あー、待った。これを拾いなさい。はいはい、入れて。うわぁ、一個一個やんの、これ地味に大変だな。
はいはい。いけいけ。めっちゃタスク溜まってっけどね。お、幼児の行動手がいっぱいです。また後で試してください。そんなの出てくんだ。初めて見た。で、これをちょっと綺麗、アップグレードしようか。まあ、宿題はね、もう、二人とも A クラスだから、もうやらなくていいと思うんだよね。ちゃんと学校通ってればいいと思う。お、幼児の清さスキルがレベル5になりました。ナイス。もうお風呂洗うのほんと大変だからね。これ自浄式にしてくれるとめっちゃ助かるわ。お、思考スキルがレベル2になりました。てか、ひよりちゃん、あ、ASMR 大丈夫か。よし。じゃあ、幼児は寝なさい。はい、ナイス。はい、おやすみ。で、工事を起こそう。で、ピアノ弾かせまくる。ソフィアが確か仕事だよね。ああ、まずい。やっぱり。ああ、仕事に行っちゃった。マジで。ああ、ほんとだ。やっべえ。でも、この家、建てまくったからな。請求書心配だな。どんぐらい、いくらぐらいになるんだろうな。ちょっと怖いわ。あー、トイレか。なんか臭いな。これかー誰だ、ここいたの。で、工事をそこで起こして、ちょっと遊ぼう。で、これ片付けろ。これ電話で学校休むとかできるのかな？お、休暇を取る。なるほど。成績どんなんだっけ？あー、ちょっとあんま良くないな。まあ、宿題完了してるから。よし、これで。これでとりあえずの処置は OK。 こいつはすぐ遊ぶな。ピアノで遊びなさい。はいはい。で、は、特別課題に取り組む。ああ、いい、あ、すごいな、お前。お？どうした？臭いおむつ。あ、マジか。ひろちゃんはまだ寝てるもんな。お、ピアノスキルがレベル5になりました。ナイス。じゃあこれ食ったら。よし、オッケー。学校行け。学校行け。はい、いってらっしゃーい。
お、今日の郵便物が配達されました。請求額いくら ?2769 資本量。全然足りんわ。じゃあ、ちょっと、ドクロ工事の動物病院で。このドクロ工事の動物病院ね、オープン、ずっとしてればこんだけ溜まるんで。いやー、ジュンはね、なんかすごいもん残してくれたわ。いやー、偉大なお父さんでしたな、ジュン。はい、じゃあ一回、ちょっと、うん、トイレ行ってきなさい。で、ひよりちゃんも起こして、ひよりちゃん、食べ物なんかあげて。よし、ソフィアの仕事が約1時間後やばい。油揚げやめなさい。ゴミで遊ぶんじゃない。私と遊ぶのだ。私と遊べ。よし。はい、終わり。そしてこれをゴミに捨てて。はい、ちょっとまた帰ったら洗ってあげるから。はい、いってらっしゃい。あ、そう、ひよりちゃん、あ、そうだ。ひよりちゃん一人になっちゃった。幼女一人で家に放置しておくことはできません。基本、費用、基本費用か。ちょっと見えない、文字が。バカだからじゃないからね。ちゃんと読めるからね。基本費用60下料に加えて、時給10で保育士を雇いますか。無料でデイケアに送ることもできます。いや、デイケアにしようか。と、どうなる?あ、どこ、ひよりちゃん、消えた。あ、なんだこれ。なんか、ひよりちゃんの残留思念が。ま、消えた。はいはい。帰ってこい、男ども。あー、で、ひよりちゃんも現れた。なんだ?うわー、ちょっと。やばい。至急、ソフィアの寝室で休みなさい。どうした、ひよりちゃん。待って、ちょっと、ハグしてあげろ。どうした?なんか笑い出した。どっちや?待ってね、ひよりちゃんをお風呂に入れてあげて。じゃあちょっと、あ、持ってきた。おかえり。ちょっと、頼む。食べ物。食べ物。あー、ひよりちゃん何やってんの?やめなさい。よし。だいぶ、幼児は、楽しさレベル上がってきた。もう少しで日和の誕生日です。了解。ちょっとご飯あげたら、幼児、風呂入ってこいよう。うわぁ、やっぱ操作する人間多いと忙しいな。うん、よし。寝て。はい。これ。あー、これ、掃除してから。はい。お風呂お風呂どこだ?あ、なんでこんなとこ汚れてる?あー、うんこ、うんこがある。なんだなんだ。お風呂入んねえな。あ、そうか。後回しじゃねえ。おろそうとしてんのか。ゆりちゃんはじゃあ、寝てくれ。よし。あー、ソフィア帰ってきたんか。忙しい一日でした。じゃ、ちょっと、油揚げを散歩に連れてってやってくれ。ジョグ。えい。あー、お疲れだと思うけど。またー。お前はこれ捨てろ。お風呂入った後に。やだよな。じゃ、ちょっと料理してくれ。
めっちゃ流れてんな。どうしたんだろう。仕事場で恥をかいた。どうやら人は同僚の、同僚の面前でつい恥をさらしてしまったと。お、料理スキルはレベル4になった。そう、幼児はね、この、願望がね、4つのスキルでレベル4に達すると、もらえるから、頑張ろう。あ、お皿も片付けないとね。で、ソフィア、残りもん。で、仕事は？あ、なるほど、よし。しばらく休みだ。あ、コージ、ちょっと寝させてやりたいな。食ったら片付けろ。ここも皿あるかな。あ、なんか、コージが起きて、ヒヨちゃんの世話してる。あー、これだ。マジか。これちょっと、器用さスキルの高い人間にやらせると危険。もうこれコージにやらせたらね、コージ関連死したからね。あれのトラウマすごい。画像残せなくて申し訳ない。ああ、もう寝ろお前。もう寝ろ。しかもそっちで寝るな。お前の部屋はこっちだろ。ここ。こうやって見ると2階に部屋があるってちょっと不便だな。しまった。ちょっと離席している間に、学校の時間がもう過ぎてた。ちょっと電話しよう。休暇を取る。お前ら今日は休め。はい。まあちょっとあれだな。サボるんじゃない。電話するんだ。で、そう、休暇を取る、休暇を取る。うん。休暇はどんなもん成績下がるんだろう。今日は休みな。うん。まあ、成績はいいから。最初のユニコーン。あ、宿題しようか。うん。そんな下がってるかな？二人の評価って。まあ、宿題さえやってれば。あ、出てる。幼児と浩二は休暇を取りました。存分にお楽しみください。なるほど。じゃあ、思う存分ピアノ弾いたり、器用さレベル上げれるな。お、コージー、ナイス。じゃあ、ちょっと、トイレ行ってこい。お、ヨジー、ナイス。お前もトイレ行ってこい。で、ちょっと論理学スキル上げようか。集中。で、いおりちゃんの様子を見る。そしたら、残り物を食べなさい。ブランチを出す。ブランチ。じゃあ、ベーコン入り。これ、パンケーキ？
じゃあエグトーストお、超ひらめいてる。そしてこっちはあ、ソフィアも起きてる。おはよう。もうちょいこれやろう。もうあと2つ、もうあと2つだ。よし、でこれが3つになって、であとなんかあったな。お、どうした？どうしたの？あー、トイレか。そんな我慢しなくていいのに。あーと、しまった。大切なこと忘れた。餌を補充。それをしくやめよう。で、これを呼ぶ。油揚げと、煮干し。おい。これちょっと、あれだな。ジョギングに行ってごまかそう。お腹空いてることは。入ってこーい。あ、ひよちゃんおはよう。あー、やっぱ一人でおまわりできると助かるわ。そして、お前は。練習だ。あー汚れてる。はいはい。ソフィアは？あ、ソフィアもなんかいい感じだな。じゃあこれ片付けて、この片付けて、で、その後なんか残り物食いな。あ、ひよちゃんがなんか外出てる。どうしたどうした。あ、油揚げと一緒にいるのか。幼児のフィットネススキルはレベル3になりました。ナイス。ひよちゃん確か誕生日近いな。今日か。じゃあお母さんちょっと、パーティー。パーティーの計画をしよう。ひよいちゃんの誕生日パーティーだ。おい。はい、ひよいちゃん。で、はい、呼べるだけ呼ぶ。そして、まあ、サービス係とかはちょっと息子たちとソフィアたちに やらせよ。こいつら結構能力高いからやってくれる。そしてドクロコジでいけ。お、じゃあちょっとソフィアはドリンク作れ。ガンガン作るんだ。そしてドクロコジは曲を演奏する。そして幼児は誕生日のシムと幼児向けの絵本を読もう。あれ？ちょっとじゃあこれ片付けて。あ、皆さんいらっしゃい。皆さんいらっしゃい。今度はゴールド欲しいな。あ、なんか油揚げ踏まないようにね。じゃあちょっとこれ曲を演奏するんだ。ロマンティック、私のすべてだ。どんな曲なんだろう。
コウジだいぶピアノ上手くなったな。いいぞいいぞ。そして誕生日のシムと交流してるね。よし。で、なぜドリンクを作っていない？目を離すと、いつもこうだこいつら。お、一本作ったね。あれ？待て。話せ話せ。恐竜が一日、うん、そうそうそう。お、バーテンダースキルがレベル5になりました。ソフィア、ナイス。はい。またこの写真好きだな、あいつら。こう、リンゴしかないけど。お、どれか上行った。お、よし。3時間入ってるね。よし。で、政治に乾杯の温度を取らせる。え？そんなんできる？これか？乾杯の温度を取らせる。なんだそりゃ。とりあえずこれちょうだい。あ、そうだ。コウジ、ケーキを作ってくれ。忘れてた。あ、なんか。じゃあ、ホワイトケーキ。お、ピアノスキルはレベル6になりました。すげえな、みんな。コージー、コージー、ホワイトケーキ、ホワイトケーキを作って。はい。で、あ、そうか。あれか、ひよりちゃんと3時間交流できたのか。誕生日のシムとゲームをプレイする。無理じゃない。お、お、コージの料理スキルはレベルになりました。あれ、ロウソクない。あ、ひよりちゃんまだロウソク吹き消せないから。マジか。じゃあこれ叶えられないんだ。まあ、しょうがない。ちょっと。みんな、ケーキできたよ。じゃあちょっとこれ片付けさせよう。そう、片付けが大変だからね、パーティーは。あ、もう少しでコウジの誕生日です。あれ？そうだっけ？ああ、ほんとだ。大人になるの早いな。てか、呼んだ？ちょっと、食事呼んでね。ジャスティンさんの、ちの息子さんだよね。何これ。なんかコンロ使ってっけろ。みんなケーキ食べて。ケーキ食べてくださいね。ケーキ食べろ全然ケーキ食べねえ。皆さん食べて。あ、食べねえな。ちょっと取ろう。こいつは油入ったまんまか。あれ、どこ行った？あ、踊ってる。疲れてんのか。やばいな、こいつちょっとあんま使えねえな、今日。もう、はい、おやすみ。もうこれ叶えられないかんな。みんなケーキ、食ってるか、まあまあ。ああ、無念でござる。無念でござる。ああ、モラリスさん。動物病院どんな感じですかね、今。あ、なんかレビューめっちゃ最下位なんだけど。これ大丈夫か？シフトはどんな感じ？レベル2から上がってねえな。レベル3、レベル3、レベル3。ああ、そうか、昇級してねえからか。ちょっとパーティー終わったら二人を昇級させよう。あれ？あ、なんかこれも壊れてんじゃん。
あ、なんか工事が、工事の願望がちょっとフィーバーしてる。あ、めっちゃ踊ってくれてる。曲をかけ。そう、あ、曲はかけないんだ。レベル8だからね。あと2レベルも必要なんだ。道の問い。はい、誕生日パーティー失敗しました。まあ、ひよちゃんの誕生日のやつはちょっと、ま、ダメだ。で、片付けも同時進行でやったから、まあ、よし、だいぶパーティーも慣れてきたな。ちょっと、いろんなもん直せよ、お前ら。お、工事が、強さスキルがレベル3になった。よし。で、幼児は寝ろ。で、それを直したら、ひよりちゃん寝て。おやすみ。ひよりちゃん。よし、寝るね。で、お前は絶対このテレビ触るな。お前さっき俺プレイしたとき、お前乾電池してやり直したからな。まあ、ちょっと今回、ちょっとセーブしたから、試しにやってみるわ。はい。じゃあ、一回注意。うわ、大丈夫かな、あいつ。感電しないか。おー、ナイス!あ、よかったー。いやー、怖かったー。はい。で、これを片付ける。お前、ゴミしちゃったら、お前、落ち着かねえだろ。で、それ終わり次第、この部品を取り出すな。頼んだぞ。で、あと2日だもんね。で、3日休暇がもらえ、あるみたいやから、それフルに使って、ちょっと、大人になる前に少しでも能力伸ばそう。はい。休暇取った?休暇取ったかな?よし、休暇取ったね、二人とも。よし。飯食いに来い。いや、もう結構やばいけど。ちょっと話そうか。永遠の友達になる。お前ら双子だったのに、まだちょっと、微妙な距離感あったんか。まあ、ちょっと俺が見届けてやる。え?煮干しが家出しました!待て、落ち着かってろ。そのうち戻ってくるでしょうが、コンピューターまたは電話で迷子のお知らせを投稿することでより早く見つけることができるでしょう。そんな、煮干し家出とかあるんだ。で、今、幼児と浩二が一生の親友になってます。いや、うん。いやー、最初からそういう状態になってほしかったな、双子なんだから。よし。じゃあちょっと。で、その肝心のコンピューターが壊れてくから、修理。ちょっと煮干しが家出しちゃったの。そんな現象あるんだな。餌は やってたしな。でも最近ちょっとコミュニケーション取れてなかったな、ごめん。はい、じゃあちょっと、はい、迷子のペットのお知らせを投稿する。よし。はい、スマホ一旦中止。煮干し帰ってきてくれ。で、これを、部品取り出す。これできっと大丈夫。幼児の迷子のお知らせでみんなが煮干しに気をつけてくれるはずです。ああ、早く帰ってきて。ごめんよ、煮干し。ん?悲しい。
ペットが行方不明か。あー、そうか。日和が何かまずいこと言ったりしたりしてしまったのでしょうか。ペットがいなくなった家は寂しくてたまりません。迷子の幸せを投稿するにはコンピューターか電話を使用してください。大丈夫、煮干しいなくなったってみんなに知らせてるから。ひよりちゃん、もうちょっと待ってて。これね、能力ね、全部レベル5にするとスーパー幼児っていうのが生まれるらしいですね。だけどなんか結構頑張ったんだけど全然届かないな。どうやったらスーパー幼児できるんだろう。あー、待って、煮干しが戻ってきました。お喜びで迎えてあげましょう。煮干し、煮干し、いや油揚げじゃないよ。ちょっと煮干し、待って待って、煮干し、ごめんごめん、ハグ、歓迎する。ちょっとごめんね、煮干しを今までほっといて。わ、なんかめっちゃ生えたがってっけど。お、油揚げの年齢が上がりました。年寄りになりました。油揚げどこ。あー、なんか確かになんかけちょっと白髪が増えてんのか。いや、あの、歓迎してあげてくれ。歓迎、はい、そこの暇人よ。あー、よかった。あー、よかった。じゃあお前も起きて煮干しに、煮干しを歓迎してやってくれ。そしてお前はもうトイレ行きなさい。辛かったでしょうに。あれあれ、なんか固まってんな。どうした。あれ、じゃあソフィア、いやもう歓迎はいいや。トイレ、うん。でソフィア、ちょっとあの煮干しをちょっとお風呂に入れてあげて。違うな、なんだろう。あ、腕の中に呼ぶとかあるんだ。ちょっと待て、なんかあれだな。ペットの世話、抱き上げる。うわぁ、なんで粉臭いんだろう、煮干し。うわぁ、ごめん。フレンドリー。キスをする。あぁ。あれ？じゃあ、この辺片付けよ。これも片付けて。これも片付けて、でこれも空にして、お、日和の年齢が上がりました。ね、願望はね、どうしようかな、何やらせよう。なんだろうな。運動はちょっと微妙なんだよな。お、このシムは誰にでも話しかけて友達になりたいのです。よし、これで行ってみようか。あー、結構いい感じでパラメータ。これいい感じなのかちょっとわからない。で、特性は、そうだな。なんか、お父さんとお母さん譲りで、ちょっと芸術愛好家をやってみようか。よし、行ってみよう。ってなったらなー、ってなったら芸術家行くか？ちょっと芸術以下にしようか。よし、行ってみよう。ちょっとこれなんか、アップグレードできねえかな？あ、レベルが7以上じゃないとダメなんだ。これがひよりちゃん。あ、お母さん譲りで可愛いじゃないの。え、待って、これ下着だよね。ちょっと待って、ひよりちゃん。待った、その格好ははしたないよ。
これだって下着だもんね。ひよりちゃん。ああ、なるほどね。で、靴を。これを。これにしよう。よし。はい、OK です。はい、やっていきましょう。あ、ひよりちゃん。これが大人になったひよりちゃんです。エンド豆食ってます。で、中肉中背の工事と仲やってんねん。でもこいつの中肉中背ちょっと許せんな。だいぶ幼児は引き締まってきたけどね。ちょっとお前も油揚げと一緒にジョギングしてこい。やべえ、めっちゃおじいちゃんになっちゃったな、油揚げ。ちょっと、煮干しはどうしたらいいかな。なんでこいつこんな臭いままなんだろう。さっき病院行ってもね、特に異常はないらしいんだ。あ、愛情感じる。いいね。猫の、世話とかどうやってやるのかな。いいね。ペットを飼う一番のメリットってこの愛情を感じるだよね。この報酬ストアのね、ポイントが貯まるから。ニューアルバムに熱中する。なるほど。あー、三人兄弟揃ってテレビを見ている。あー、微笑ましい。それではじゃあ今回はここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のっぺんでした。さよならー。